解説担当の夜です。聞き役兼突っ込み担当の赤月だよ。同じく日向です。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。角川書店の、リーンの翼、バイストン、メル物語より、第4巻です。著者は富野義行で、イラストは小川智則だよ。 角川書店より1985年4月25日初版発行だよ。パチパチパチ。著者の富野義幸は別途動画を作るので、今回はパスするね。イラストの小川智則も別途動画を作成しようと思うので、こっちも今回はパスするね。はいはい。また、章は本来はローマ数字なんだけど、13以上表示するのが面倒なので、アラビア数字で表記するね。了解。本館の構成は以下になるね。 28. 八、水ーリドウのこむれび。29. 先行。30. 血の騒ぎ。31. ファイアー。32. 青年二人。33. 竜の足。34. 揺れる大地。35. 惨殺という景色。36. 朝の暖かさ。37. 繁三 38. 靴の翼。39. 海の壁。 では、そんな感じで説明していこう。よろしく。遠目に見たときに、それは壁に見えた。天を支える柱、水二道だった。あれ。どこかで聞いたような。ダンバインで出てたね。あ。あれか、竹の柱みたいな。そうそう。このリーンの翼では海藻みたいだね。ここにガダバの軍がいたようだ。その時ふとき、太さこ水の体が浮いた。そう。 リーンの翼が権限したのだ。おお、急だね。戦闘中でもないのにね。そう。戦闘以外でリーンの翼が権限したことはないので今回初めての経験だった。今までは戦いの勢いで動いていたが、今回は制御できそうだった。そんな中、八重の準備をしている部隊を見つける。統制の取れている行動から正規軍と思われた。戻ってから状況を整理していると、馬に巨大なヒルが取り付いて暴れていた。 行動の邪魔になるので、これらの馬を捨てたのだが暴れたことで、帰って混乱が発生した。そのため的に気づかれたと思い、いっそのことと突撃した。その判断もすごいね。混乱した戦場で捕虜にした士官、ダーナが腹ま、彼は後にミ水に浸水して味方になるよ。そんなことで、そんなものじゃないでしょうかね。なるほど。もっとも、この時は情報を引き出すために、かなり拷問されるけどね。うわぁ。 一方、リンネイとアマルガンはドラバラの砦で多忙だった。砦の周囲には市場が立ち、物資の集積が始まっていた。これもリンネイの財宝があればこそだった。あ前回の父親の財宝だね。そうだね。リンネイの力で人が集まってきている。そして、サコミズの威力も人を集める力になっている。まさにアマルガンの望む状況になっていた。そんな感じでサコミズが別動隊として活動し、 本体としてアマルガンが引き、人類が控えるという体制が自然にできる。うーん。これって歴史的によく見る体制ですよね。うーん。見たことあるね。そして結末も。そうだね。おそらく想像通りだと思うよ。ガダバの武器工場を襲い、騎士を捕虜としたり、その時本体とぶつかって撃退したりと、かなりの激戦が続くよ。さらに一方のガダバの進行帝とドラ、ローニテ、ごぞ。 銅は配送続きの状況に不機嫌だった。つまり、このごぞ、銅がダンバインにおけるドレイクだね。そうだね。そこで、ごぞ、銅は床山という忍者集団を呼ぶ。ここで彼はリーンの翼の靴を盗むように言う。これは、ロボットもので相手の機体を盗むようなものですよね。禁じてたよね。ということで、次回に続きます。今回はかなり激動です。って、 おすすめランクはどれくらいですかそうだね。S、A、B、C、D と分けると、これは、B かな。今回も微妙ですね。そうだね。今回はかなりストーリーに起伏があって面白いよ。なるほど。ただ全体的に古臭い印象を受けるのはなぜなんだろうね。かといって、今風に書き直したら確実に打作になるだろうから、これはこれでいいんだろうけど、ちょっと悩ましい感じかもね。 古い作品はそのあたり難しいですね。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、あったね。